真剣勝負を見せなければいけないと。だから江川とは毎年勝負に1回だけ食事するんですよ。これはね、シーズン中に僕と江川がどっかで食事をしていてお酒でも飲んでいたと、まあ、彼はワインなんだろうけども、うん、ありがとうございます、そんな情報まで、はい、そういうのを見ていたときに、別にその普通に話をしてるんだけども、うん、実際ゲームになったときに真剣勝負してんのかなと思われたくないじゃないですか。あ、だから僕は江川とはシーズンじゃ食事をしないと。で、横浜が初めてその横浜スタジアムにあの球場ができて移ったときに、はい、もう横浜なんて行ったことないでしょ、はい、で平松さんに、はい、どうか美味しい食事するところを食事、紹介してもらえませんかって平松さんに言ったんですよ、はい、で俺が連れて行ってやるって言ったんですけど、はい、平松さん、太陽のエースと阪神の4番が同じところで食事をしていたらファンはあまり用意しないんじゃないですかって、お前そこまで考えてんのかって、ありがとうって言ってくれました。はい、だから